好，我哋继续嚟玩呢个《刀剑神域：彼岸游境》啊，《Myosotis DLC》嘅第四章，咁就系、是、嚟到呢个雪原啊。それじゃあ、今からでもおじのところに行こう。おじは少し遠いんだが、村の北西の小さな小屋に隠れるように住んでいる。先に行って。おじに話を通しておくよ。咁上一集我哋就攞咗两样嘢啦，跟住翻嚟揾佢。因为初头佢系唔好想理我哋嘅。先啦，184有冇地图？有地图。OK， 呢度有条路。即系要打，得得得得得得得，嗯。おじさん、食料を届けに来たよ。いい人たちだから、少し話を聞いてやってくれないか？ああ。よく来たな。客？ここら辺のものじゃないようだが。すいません。この近くにある悪夢の…あんたら、人の傷口えぐるような話をしてた…違います！城を調査して脅威を取り除きたいんです！こんな若者ばかりで調査？バカ言うな！今までどれだけ屈強な剣士様が高位な司祭様が挑んできみんな死んだ。お前らじゃ無理だ。おじさん、そう言わずにさ。かたくなな態度だな。失礼。ぶしつけな質問だったのならかわ。あなたを傷つけるつもりはない。私はメディナ・オルティナノス、剣士を生業としている。我々はカセドラルに負わせられる尊い方から依頼されてきた。民の苦境を憂いておられる方がいるのだ。ここは辺境。天職に剣士を授かる我々が何の用もなく来るべきところではない。だが来た。それはあな俺の苦しみをお偉いさんが知っている。そうだ、あなたが良き人であるのであれば、辛くても、そして私たちに解決の糸口。わかった。あんたになら話すよ、剣士様。よかったな、話が聞けて。ああ、協力感謝する。達者でな。さて、いろいろ聞けたな。情報をまとめると、悪夢の城の調査隊は今までも何回か城に入っているが、生き残って戻ってきた人の方が少ないらしい。被害の形はいつも決まっているそうだ。城に入った人たちが何らかの不可解な出来事に遭遇する。これの繰り返しだ。先ほどの彼も調査隊の一員だったが、城の中で隊が二手に分かれ、探索しているうちに体内で小競り合いが発生したそうだ。暗闇の中で足を踏んだとか。そ、小競り合いは激しい喧嘩に発展し、普段は優しい者が常軌を逸したように仲間を追い回し始めた。ひどく暴力的な雰囲気に全員飲まれていたと語っていた。だが途中でどこからか悲鳴が聞こえて、レッ探しているうちに彼は気がつい、周囲には調査隊の仲間の惨殺されたムクロが、遠くでまた誰かが悲鳴を上げる音。彼は恐怖に耐えられなくなり一人逃げた。一部記憶の欠損もあり、
どこからどこまで現実だったかも、もう城に入った時からずっと悪夢を見ていた気がするとも言っていた。話を聞く限り確かに何かしら精神に干渉するような罠が仕掛けられていたのでは。だが確定するにしては弱いな。メディナがすごいと思う。ああ、あの村人への語りかけ素でやってるんだよな。はあ？何を言ってるんだお前たちは。やはり疲れているんじゃないか。もういい。ロニー、ディーゼ、二人が意見をくれ。勇者、俺救世主の能力が何らかの形で発動したのかと思っちゃったよ。僕も。でも考えてみれば、彼女は本来貴族のお嬢様で、生来持ってるものが発揮されてきただけなんだろうね。こういうのが異性者の素質ってやつか。本来のメディナか。きっとロニーたちと過ごすことで精神的にも満ち足りてることもあるんだろうな。俺はいつも辛そうなメディナばかり見てきた。これからはいろんなメディナが見れるといいな。おい、話がまとまったぞ、そこの二人。なあ、何でも聞くぞメディナ。俺にできることは何でもする。本当に何なんだキリト。じゃあ真面目に話を聞いてくれ。これからのことだが、城に行くのはもう決定だ。不安は残るが、仕掛けられているかもしれない何かは警戒するしかないだろう。個人行動はなしにしよう。みんなで固まって移動だ。別にひよっているわけじゃないぞ。ロニエとティーゼもいるんだ。万が一何かあったら二人のご家族に申し訳が立たないからな。安全第一だ。メディナ、本当に今の生活充実してるんだな。俺嬉しいぞ、こんなに優しい子に育って。むむむむむかつく。キリト、何なんだ。そんなに前の私と違うのか。知らないぞ。いや、前からちゃんと優しい子だったよ。もうキリト、話が進まないから黙って。メディナの言う通り、安全第一だとして、城の鍵は本来の管理者である没落した貴族の代わりに。跟住又麻煩我哋啊，跟住又話要乜要乜。OK， 翻翻村莊，睇下係咪傳送先。啊，個隊係兩個。OK， 條路呢度。啊，四隻角。四隻角。こんにちは。お父さんはいません。どこに行ったか聞いてる？お外見回り。周辺の巡回ってことかな。いつもかわいい。キリト先輩、家で待たせてもらうのも悪いですし、村の外を捜査。そうだな、保護者もいないこの家に見知らぬ俺たちが居座るのもな。お父さん探すの？犬のミッキーと一緒だよ。散歩しながら行くの。あ、すごくいい情報ありがとう。 OK、 村外邊啫。見た感じ飼い犬っぽいけど。そこの若者、そいつを捕まえてくれ。私は
大丈夫ですか？犬って走ると人間じゃ追いつけない。はっきりと。まあそれはいい。こんな広い雪原で捕まえるのは至難の技だぞ。福寿の薬草の香りが好きで。氷河地帯に薬草ってあるのか？一部だが、自生している場所がある。ここからだと少し遠いが、村か私がミッキーの木を引いておく。よし、探してみよう。頼んだぞ。哇，咁迂回嘅运，哇，系咁远。哦，顺住条路佢就会话一路走一路走。转弯，有嘢我执下先。咩苹果啊？哦，呢度好怪，九啊级噶喎。打完呢啲应该有机会。哦，升级啦！これが例のやつかな。OK、有帆船状。呢度。啊，边度？边度？呢度。戻ってくれたか。もう諦めてしまうところだった。本当にこれで近寄ってくるんでしょうか。怖くないよ。いい香りだぞ。あ、近寄ってきた。任せろ。搞笑。皆さん本当にありがとうございます。ミッキー、お父さんから急に離れたらダメでしょ。いえいえ、ちゃんとご主人の元に返してあげられてよかったです。あの、話は変わりますが。ええ、いかにも。はい、私たち王都から派遣された剣士で、悪夢の城と呼ばれる場所の調査に伺って。なんとカセドラルから。長年我が村はあの城の存在に怯えていたのですが、ついに上の方々が解決に乗り出して鍵はお渡しします。何か困ったことがあれば。 OK、 無事鍵をいただけました。先輩方、準備ができたらいよいよ城へ。公主在哪里？三百幾喎，哇！喺度，哇！喺度最左手邊。
せる。ここだ。これで決める。君のことな。怪真係正常。お疲れ様。啊，呢度有個傳送點啊，非常之好。六結晶。神巨像，好，我哋嚟到城堡啦，开门。又要行迷宫，喂，跌啲咩落嚟？雪嚟啊！何もって感じの城だな。うん、恐ろしいことが。みんな大丈夫？怖いと思うけどついてきてくれるかい？大丈夫です、ユージオ先輩、元そば好きですから。ん？すごくすごく怖くて耐えきれなくなったら。あ、私もいい。それくらい何でもないよ。まあもちろん、でも無理はしてほしくないから。本当にもうメディナのな、私が先陣を切る。オルティナの助のものとして。お、頼もしいな。じゃあ俺おい、ダメだ、キリト、今掴むな。そしてお前が先頭を行け。私は後ろを守ってやる。お前に服を掴まれると思うと。いや、そうか。じゃあ頼む。メディナは掴みたくなったら俺の服掴んでもいいぞ。うん、すごく怖くなったらな。OK， 嗰个入口窗嚟，睇先部地图，跟住佢个箭嘴行。还好他都有箭嘴。哎哟，哇，有只龙啊！九啊三级。
好少经验。OK。啊，呢度，呢度系个。OK， 有 save 点真系几好。呢一关嘅设计好好多。接就打 boss， 我觉得应该冇乜学啦。いきなりなんだ？光見えない。みんな離れるな。ロニ好搞笑嘅雪人喺度。キリト先輩、よかった。ロニエ、ティーザン。それが見当たらないんです。私たち突然光に包まれて、ユージオ先輩だけいませんし。単独行動はなしにしようと話した。きっと何かの要因ではぐれてしまったんだ。はい。助けを求めてる状況だったら、あの城にはやっぱりおかしなし。ああ、そうだな。それから勇士を探し、城のことも再調査。ティーゼ、大丈夫だ。あいつの今頃あいつも無事で、俺たちを探してるって。はい。キリト先輩、村長さんが何か。わへ。点解会去咗最左下角嘅咧？被传送过去噶，定系点啊？而家唔可以传送，即系我哋要行过去。又有長尾，又有喎、啊，okay。 哦，唔俾 save 而家。知らない、今日は誰も来てないよ。どうした？実は困っていて、お借りした鍵で城、自分でも言っていて変なのは分かってるんですけど。何のことだか。いや、謝っとく。私は
あなた方とは初対面ですし、城の鍵なんて渡していません。城は常時民のために開かれています。悪夢の城が？入ると危険だから鍵を管理。悪夢の城？どこのことでしょう。ここで城というなら青原城です。青原城におわす王様は誰にでも手を差し伸べる素晴らしきお方。これはご存知ですよね。青原城進入了另一个世界。あなた方は何か全く同じ場所のはずなのに、まるで中身だけ。俺たちはセントラルカセドラルから来た。俺も訪ねたい。ここには、あ、この世界には。セントラル、もしそうなら、おい、驚くべきことに、どうやら俺たちがいる。断定したくはないが、そう考えないとおかしい。聞き込みをした結果、いろいろ分かった。天職もなく、望めば好きな職業になれる。村の人の言うのは、それもこれもすべて、村の人たちは、何かあれば大騒ぎ。俺は散りばめられたいくつかの事柄が、どうしても一人の少年に。ユージを探そう。それとこの世界のまた別のアンダーワールドとよく似たシミュレーション空間に転移。賛成です。お城も気になりますが、その前に。ああ、あと一つ確認したいことがある。叔父が生還者の若者、膝掛けをくれたおばあさん、ユージオのことを覚えている？呢個ユージオ？そんな人いたっけな。いたような、いないような。王様の見た目と似ているのね。王様も亜麻色の髪をした。みんな、雪だるまの道へ一度戻ってもいいか？構わないが。いや、きっとあそこにはいない。それとは別に。OK, 咁今集就先嚟到呢度先，我哋下一集再见，拜拜。